松本社長のこうキャリアの中で3つ大きな壁聞かせていただいたんですけれども、はい、やはりこれからもそういったこう未曾有の出来事だったりとか、はい、コントロールできないこう災害だったり、それこそウイルス災害も含めてですね、はい、こう起こりうるとは思うんですが、はい、やはりこう経営の舵取りをする上で松本社長が大事にされていらっしゃる考え方であったり、こう社員さんをやっぱりこう引っ張っていくために必要なこうことっていうのはどういうふうに松本社長ご自身お考えでしょうか。やっぱりまずは社員に一人一人がですね、希望を持ってこうやっていかないと、社員一人一人の集合体で出来上がっているのが会社ですので、それはもう一人一人がやっぱ希望を持って仕事に当たってほしいっていうのが一番あるのと。こう社会っていうのは浮かれてる、特に熊本は浮かれてるような状況なんですけど、やっぱりこうしっかり地に足をつけてですね、うちの会社っていうのは製造業なんで、やっぱりこう技術力っていうところを持っていかないとなかなかこう会社の将来が見えなくなるって思ってますんで、やっぱりこう地道に自分の力をどんどんこう蓄えていってですね、本当に将来もちゃんと飯が食っていける会社にしていってほしいなというふうに思ってます。はい、今希望っていう言葉が出て素敵だなと思わせていただいたんですけども、やっぱりこう社員さんにこう希望を持ってもらうためのこうアプローチというか、多分小手先ではないと思うんですけれども、はい、こう社員さんにこう希望を抱いてもらうためには何が経営者としてこう必要だなとか、こう社長ご自身が心がけていらっしゃることとかってございますか。そうですね、私は足りないとこばっかりいっぱいなんでですね、あれなんですけど、まあ、なかなか心がけてるっていうのはやっぱり今管理職の子たちがですね、今結構なんていうかな、社員一人一人に声がけをしたり、やっぱりこう朝のミーティングだとかですね、そこら辺のやり方もちゃんと社員に、部下の人たちに伝わるような形でこう変えていってくれてるんでですね、そこら辺は自分としたら本当に非常に期待をしているところですね。はい。結構若い方々が多いんですか、管理職メンバーっていうのは。そうですね、なかなかこううちの前身がこう再雇用っていうか、もともと日本タバコ JT の出身者がほとんどいたっていうところで、採用途中の間あまりやってなくてですね、はい、会社の中でこう、まあ、50代っていう年齢のところがいなくなっちゃってるんですね。なんでうちの管理職っていうのは若い子たちがいっぱい、まあ、30代40代の中盤までぐらいの子たちがほとんどなんですけど、なかなかこう人をまとめていくのも大変かなというふうに思いますね。はい、でもそういった方々が本当に未来の二福熊本さんを担っていくっていうのは、本当に今まさにこう動いてきてらっしゃるってことなんですね。はい、その下の世代をこう動機づけするっていうところですね。なるほどなるほど。社員さんのお話に出たんですけれども、はい、そういう一つ夢を持ってもらうというか、希望を持ってもらうお取り組みの一つなのかなというふうに勝手に推察してるんですが、結構経営の状態だって収益の状態、はい、やっぱりオープンに社員さんにこう伝えるようにしているっていうふうに伺ったんですが。それはどういう方針で、どういう思いがあって、どんな取り組みされていらっしゃるんですか。いや、やっぱり自分が勤めている会社って儲かってるのか儲かってないのか、こう大丈夫なのかっていうところは、自分がこうまだ経営だとかそこら辺に携わる前もですね、はい、なかなか意識はしないんですけど、そういうことをこう意識している子たちもいるんですね。なんでまあ朝礼だったり、そういう期の始まりだったりお正月だったりっていうところで私が話する時には必ず収益の話と会社の状態は今どんな状態ですよっていう話はするようにしてます。はい、月単位で月単位だったり期でくくったりですね。はい、いい時も悪い時も、まあそうですね。はい、今こういう状態だよっていうふうにオープンにしていくと、はい、それやっぱりこう知りたかった松本社長の原体験をもとにされてらっしゃるっていうこと。そうですね、これまでの歴代のね社長さんたちも全部いらっしゃったんですけど、なかなかこう実際の生々の数字をですね話してくれることはなかなか少なくって、でもやっぱそこはね同じようにしてこう会社をこう支えていってる人たちに対してやっぱりそこは最低限今の会社の状況はこういう状況です、うまくいってますよなのかちょっとまずいよだとかそこら辺はちょっと発信していきたいかなというふうに思ってます。元々社長おっしゃる通り、会社さんによってそういった方針といいますか、オープンの会社、オープンじゃない会社っていろいろあると思うんですけれども、オープンにしてよかったなって思われることって何かありましたか？まあそうですね、直接はないですけど、たまに例えば今までにない商用関係でもこう少し余計ね手当を出した時にやっぱり社員の若い子たちが「ありがとうございました」って言ってきたりですね、やっぱそこら辺は逆に言うとこっちからすると逆に「ありがとうね」って話になるんですけどそういうとこはやっぱり嬉しく思いますね。はい、ご自身が影響を受けた人物とその方から言われた思い出の一言というエピソードがあればぜひ教えてください。はい、これはJT 時代のやっぱり先輩で、一緒にこう日光の方でやってた方なんですけど、その方がこう引退というかですねされる時に、あとは任せたぞっていうふうに言われて、こう一緒に飯食いに行ったりですね、ゴルフに行ったりした時にこうそういう言葉を何回かいただいて、頑張らないかんなって言えばそれがやっぱ支えになって、いろんな苦しい時にやっぱそれをやっぱ思い出してやってましたね。はい、西小熊本さんがこう設立された当時から一緒にこう苦楽を共にしてこられた先輩から頼んだぞと、はい、今まさに経営者になられてらっしゃるわけですよね。なんでその言葉が響いたんでしょうかね。いや、なんでなんですかね。その時の自分の心境があったんでしょうね。はい。我々このコンテンツを100年後1000年後まで残していきたいというふうに考えておりまして、この昭和平成令和の時代を生きた経営者のお一人として、100年後へのメッセージというのを松本社長の等身大でいただいてもよろしいでしょうか。はい、100年後どんなにこう例えば社会が変わったとしても、人が移動するっていうことっていうのはなくならないと思ってて、やっぱりそういう、車が今と同じ形かどうかっていうのは分からないんですけど、その移動する手段の中にやっぱりプラスチックの製品っていうのは、必ず生き残っていくかなっていうふうに思ってます。なんでやっぱりその100年後もやっぱりこうベースは今のプラスチックの製品をものづくりをやっていくっていう会社であり続けていただきたいと思ってますし、また全く違う新規のですね新しい分野の仕事にも当然チャレンジできてたらいいなっていうふうには思ってますけど。はい、今世の中的にはですね本当環境問題であったり、プラスチックはちょっと悪だみたいなこう風潮も一部あったりとかっていうのも一消費者としてお見受けするんですが、スペシャリストとしてはどういうふうにその世の中の状況だったり、また未来をこう見据えていらっしゃるんでしょうか。そうですね、やっぱマスコミで言われるように環境問題というのはやっぱり大きな問題で、それをそのプラスチックをですね原材料で物を作ってるっていう会社になりますんで、そこら辺はやっぱり環境は当然意識をしてやっていきたいですし、当然そのリサイクルっていうところはもうできる限り、今できる限りやっているところですんで、そういう分野も含めて、今リサイクルできてないやっちゃダメっていうやつもあるんですけど、そういうところもやっぱり技術的な改革っていうか革新でですね、まずロスなく環境に負荷を与えることなくやっていけたらいいかなというふうには思ってます。はい、まだまだその可能性の余地はたくさんある。十分あると思ってます。はい。大変説得力のあるお話だなと思わせていただきました。本日は大変貴重なお話を本当いろんな角度から聞かせていただきまして、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。